国の博物学者探検家医師でああるるるはステラーと表記している場合も1709年音楽教師の息子としてドイツに生まれる。説教師を務める傍ら、ハレ大学で進学、哲学、医学、自然科学を収める。1741年7月4日、ビトゥスベーリングに従い、カムチャツカ、アリューシャン諸島。 アラスカなどを探検する航海に同行。探検船がコマンドル諸島の無人島で難破し、隊長のベーリングが病死した後は、自ら隊長となって、生き残りの船員を指揮し、無人島からの脱出、ペトロパブロフスクカムチャツキーへの生還を果たした。しかし、1746年、ペテルブルクへ戻る、途中のチュメニの地で病死した。死後、遺構の中から、 ベーリング界の怪獣調査、カム着火し、ベーリング投資などが刊行された。この中で、船員らの態度などが辛辣な表現が多く書かれているのは本人が構成していないためである。シュテラーが発見し、書籍により存在が伝えられることとなった、ステラー海牛、メガネウは、皮肉なことに西ともにシュテラーの報告が元で、乱獲の対象となり、1768年に、 絶滅した。そのため、彼の書籍が、唯一のステラー海牛の生態を伝える資料となってしまった。ステラーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ゲオルクシュテラーを示すのに使われる。エルベルグ、カムチャツカ発見とベーリング探検流銀社、1942年、P149、ピーター・スターク、ラストブレス講談社文庫。ありがとうございます。